さあ、昨日初日走った、はい、体感をちょっと教えてほしいんですが、昨日はまあ、なんかこう、まあ、ターンがいまいちかなと思ってました、はい、でプロペラを自分なりに丁寧に叩けましたかね、うん、そうですね、結構煮詰めてきましたね、うん、はい、でその状態でやっぱりちょっと何か物足りない部分が、いや今ちょっとねギアケース変えてみたら、はい、なんか反応あって、はい、あこれならいけるんじゃないかなっていう感じですね。なるほど、はい、と今はじゃあもう中堅よりちょっとぐらいは上ありそうな、予想ですけどね、うんうん、それぐらいありそうな感じします。フランス的に言うとあとどこが欲しいですか。んー、ちょっとちょっと欲しいですね、伸びちょっと、出足ちょっと、うん、もうちょっとあれば確実だなと思います、全体的に、ね、はいはい、さあ、昨日競争した中でのスタートの見え方感はどうでしょうか。まあ、昨日と風が違うので、うん、まあ、もうちょっと練習してみてから、決めたいなと思います。ファンの皆様に一言お願いします。はい、しっかり勝つんで応援してください。はい、昨日早いスタートはあったんですけども、はい、はい、船足の感じはどうですか。伸び中心にまずまず行ってたと思います。伸び中心で、はいはい、ボートの交換は、まあ、影響はないですね。ないですか、はいはい、あの良くなったということも特にはまあそれはないですね。なるほどね、はい、はい、変化はなかった。フランス的にはそうするとある程度自分の中で調整の方向を考えながら、そうですね、うん、まあ、あの昨日の後半終わってプロペラ変わったので、うん、まあ、そのあたりを今プロペラ叩いてるところです。そうですか。じゃあ煮詰めていく中でより良くなればという。そうですね、はい、スタートは、まあ、昨日ね早いのもあったんですけども、どれぐらいが目標で。まあ、昨日慣れない6コースから行って01だったので、はい、まあ、あのスローは慣れているので、はい、一定心ぐらい行ければなと思います。ファンの皆様に一言お願いします。はい、久しぶりまでしっかり走ります。応援してください。はい、桐生選手はまず走って確認してからって、ね、いつも思ってらっしゃるんですけども、はい、昨日競争しました、はい、実感としては、まあ、普通ぐらいかなと思いますけど、はい、普通ぐらい、はい、自分のレースができそうな普通ぐらい。どうですかね、ちょっとプロペラに癖がすごいあるので、はい、ちょっと叩いて直せる感じじゃないんで、うん、もう乗っていいところ探しながらになると思います。そうすると自分の中でいろいろと探りながらやっていく説になりそうな。そうですね、うん、まあ、とにかくなんか体感近づけたいかなって感じはしますね、乗ってて。あ、なるほどね、はいはい、まあ、これは一番のね桐生選手の生命線になります。スタートの感じ、昨日なんか早く感じてちょっと行ききれてないんで、うん、まあ、しっかり行きたいなと思ってますけど、まあ、コンディション変われば風も変わればそれに合わせて確認をしてっていうことですね、はい、ファンの皆様に一言お願いします。はい、精一杯走ります。ご声援お願いします、はい、ありがとうございます。池田浩二選手も昨日2走しましたが、はい、はい、率直に厳しいです、ね、はい、皆さんも新聞ご覧になってちょっとびっくりしちゃったかなと思うんですけど、かなり感じが、まあ、最近にないですね、こういう感じは、はい、そうですか。もう何もない感じだったのは何もないですね、昨日、はい、で当然これ取り組んでいろいろと、いや特に何もしてないです、まだ。まあ、報道なんか見るとちょっと本体をやるかもっていうのがと思ったんですけど、ええ、やってないです。やってない、はい、やらないかやるかまだこれから。いやもう時間ないんで、はい、このまま行きます。このまま行く、はいはい、でもその中でできるだけのことしなきゃいけないと思うんですけども、一応プロペラだけは叩き替えたんで、はい、まあ、それがどう出るかですね、はい、なるほど。じゃあ、まあこれスタート展示ね、周回展示、はい、皆さんご覧いただきたいと思います。スタートの感じは昨日の競争の中でどうでしょう。まあ、大体で行ったぐらいで、ね、バシとは見えてはないです。まあ、そうなんですね、はいはい、さあそれではファンの皆様に一言お願いします、はい、非常に厳しいです、はい。ずっとなんか池田さん厳しい厳しい言ってるんですけど、多分厳しくないんじゃないかなと思ってるんですけど。そうですか、はい、僕の方が厳しいです。あ、そうですか、はい、まあ、勝率がね 24% 台の2連対率、はい、キャリアボディもやって、そうですね、はい、まあ、今日ももうぐちゃぐちゃにしてるんで、はい、もうどんな状態になるか想像もつかないです。今のこのモーターだったらもうやるなら、うん、もう徹底的に思い切って調整整備やるぞっていう、丸ごと変えたいですね、もう。そうですか、ぐらいの今足なんで、はい、まあ、モーターには変えられない部分がありますんで、はい、丸ごとは無理なんですけど、まあ、なかなか、はい、うん、今節は苦しいと思います、はい、そうですか、はい、まあ、それでも昨日競争する中でね
いろいろと、まあ着取れたんで、はい、でもちょっとかなり無理してスタートとかも行ったんで、はいはいはい、まあなかなかちょっと走ってみないと分かんないんですけど、まあよくはないです、はい、これはちょっと船足的なことはちょっと要因としてありそうな感じが。そうですね、まあまくられますね、すぐ、はい、そうなんだ、スロー行くと、はいはいはい、ちょっと余談ですけども、浜名湖だったですかね、六号艇で1着取った時に、はい、あの池田浩二さんから、はいはい、あの敬語で呼んでもらうんだと。あ、そうですね、はい、その後いかがですか。あの節だけでしたね。そうですか、はい、ここでまたね、はいはい、いい結果をというふうに思います、はい、地元です、ファンの皆様に一言お願いします。はい、なんとかあのしのいで準優まで乗れることを目指してます。頑張ってます。はい、石野選手は昨日2走の中で自分の体感的になんかこう確認できたことってのは、まあ水面もちょっと荒れてたので、はい、はっきりわからないんですけど、うん、まあ、悪くはないかなっていう気はします。あ、じゃあ普通ぐらいはあって、はい、はい、あの悪くないっていうのは船足も乗り心地も、乗り心地だけちょっと気になるんで、はい、ちょっと今朝から整備してちょっと乗ってるんですけど、はい、まあまあ、 あのレースできる感じにはなってると思います。レースできる感じということです。まあ、あの乗り心地って操縦性ですから、あの自分の思ったところにスパンと入れるか、まあ、そこまで完璧にはまだ来てないですけども、まあ、近づきつつあるというか、うん、いい方向には来てます、はい。池田選手の時にちょっと新田選手ほどじゃないですけどちょっとね、耳を傾けてらっしゃいましたけども、どうなんですか比較して。あ、比較はまだしてないんで、分からないですね。そんなはずないなってことはないですか。まあ新田君の噂はいろいろ聞きますけどね。そうですか、はい、やばそうですね。そうですか、はい。スタート感は昨日、昨日のちょっと難しいコンディションの中ではしっかりいけてたので、はい、まあ、今日も一回条件違いますし、はい、練習して掴んでいきたいと思います。ファンの皆様に一言お願いします。はい、精一杯頑張ります。はい、